パーツクリーナーとかでテーブル拭いて、その後アルコールティッシュで拭いたら すぐ落ちますから。で、まあ、あとこれですよね、スプールの中、もちろんこれも洗浄しなければならない。で、これの洗浄の仕方はもう簡単。そうそう、これ何するかって、もう溜めるだけですよ、このシューッと。そうそう、個人的には回しながらするとこのシューッと出る勢いもあるので、取れやすいと思います。で、こうしばらくつけると。それからね、最初のこういうのでまず拭き取る、拭き取るっていうか、まず溜まってるのをどうにかするみたいな。そう、ただ指で押し込んでこう回してるだけで、あと残りの、ね、汚れ具合、まあ溜まってるけどどれぐらい汚れてるかなとか。これ1回で大体、まあ綺麗だったら1回で落ちますね。まあ大体1回落ちるんです、こんな感じで。ほぼほぼ1回落ちる。で、まあ外側に溜まっちゃってるんだけど、これがね、どうすんのって感じだよね。これはね、まあある意味簡単な方法があるんだけど、まあそのまま置いておくってのもありだけど、汚れがね、それじゃ飛ばないので、こういうと内側は完成ですね。ただこの外側、このね、くぼみがあるけど、この外側のね、部分の汚れがね、まだ飛んでないんだよね。こう見たらわかるかな。この輪っかになってる外側のね、部分。ちょっとまだ水溜まってんだけど、ほら、これ汚れてるでしょ、まだ。これがね、もうこれ入らないんだよね。だから、まあ、やり方はね、いくつかあるんだけど、はい、この外側ね、ちょっと映らないよね。肉眼で見ほら、奥ね、奥。はい、出てくる綿棒ね、綿棒。綿棒がここに入る場合は、綿棒を突き刺して、回せばいいんだけど、大体こう入らないんだよね、この間が。リールによってはね、入るやつもありますけど、大体こうやって入らない。で、どうやってこれ取んの？わかるわかる、ほら。これの黒いやつとかね、ほら。周り黒いでしょ、これ。カーボン残りがある。これどうやってじゃあ取るの？っていうと、ですね、また拭きます、これ。で、このね、パーツクリーナー吹いてる間は浮いてるんですよね、この汚れが。で、どうやって取るのって言ったら、でってれー、エアーダスターでございます。これで、こうやってためな、拭き飛ばします。おっと、これエアーが、ちょっとエアーがあまりないぞ。エアーがあまりない。ちょっとパッケージ変わったね。エアー出した。さっきと一緒のメーカーなのかな、わかんない。もう乾いちゃったから。もう一回ね、拭きます。まあこれ工場とかだったらよくやってる処方、方法の一つなのかな。うん。で、こう飛び散らないようにっていうか、これで受け止める感じなのかな。で、あと拭くだけ。で、回して、このさっきの溝に向かって。で、もう元々このパーツクリーナーってすごい乾くから、すぐ乾くんです。使ったことある人ね、わかると思うんですけど。すぐ乾くんで、もうそんなにね、乾かす必要もないかなと。はい、まあ、今見た限りなんですけど、わかりますか？メモが置いた。このね、この欠けがある、欠けがある奥ね、この細い綿棒が入らないとこ。これさっきの汚れね、ほらほら、もう汚れがないのわかりますか？ほら。ね、綺麗に飛んでるでしょ？この奥とかね。この奥とか。ね、ほら、全体ほら回しても綺麗でしょ、この奥。そう、こうやってね、綺麗にするんですよ。もう一番早い方法。で、こうやってたまにね、こう白くなっちゃってるのが、パーツクリーナー残るので、残るっていうか、なんか、拭き取ったなんかのあれなのかな、わかんないけど、これはね、こっちを濡らして、綺麗に拭いてあげれば、大丈夫でございます。
はい、これで洗浄完了。このね、まだ外側は別に後から可能なので、特に今中ですね、中を中心にやって、外は後から触れるので後でいいです。まあ、若干ね、まだ汚れてるやつだけど後でいいです。はい、まあ綿棒を出したのは他にも理由があってですね、この出す、これですね、はい、いよいよこれから組み立てていくわけですが、このね、ディスクドラグ部、これね、開けます。これ硬いグリスなので、こんな感じでね、ちょっと白飛びしちゃってるけど、こんな感じで普通に硬めなグリスです。はい、これを塗っていくわけですけども、まあ、あれだよね、まあ、塗り方は人それぞれなんだけど、まあ、あまりね、多く塗りたくない方はこういう綿棒を使って、ちょっとずつね、こういう綿棒で塗っていく感じかな。薄く塗ればいいですから、どうせね、圧で何て言うのかな、薄く塗ってもそれが伸びるので、結構はい、こんな感じでね、全体的にこう薄く、伸ばす感じ、これで十分です。で、1枚目、このね、よいしょ、これね、1枚目、まあ敷いてない状態なんだけど、この1枚目は1枚のカーボンワシャーね、これはそのまま入れます。もう下に塗ってるから、カッポンと。で、この状態から、もう一回ね、綿棒につけて、ちょっとつけすぎちゃった、つけすぎて、これを綿棒につけて押しながら、こうぐるっと、ね、また塗ると。はい、こんな感じですね。うん、こんな感じで薄く塗ればいい。で、もうこれあと順番なんで、この 鉄ね、雑菌なのかザガネなのかわかんないけど、これもそのまま、こっちが下に今塗っているんで、このまま落とすだけで、まあ軽く押さえつつ塗ると、まあ、これの繰り返しですね。うん、結構ね、多めに塗ったって、このなんていうのかな、欠けてる部分が全部出ちゃうんですよね。出てるか、内側に圧で押さえられた時にグリス逃げちゃうんで、多めの分は。だから結構ね、こうやって綿棒で薄めに塗っていて十分なんですよね。あとはもう回るから。で、またカーボンワシャー、この真ん中のがね、一番薄い、入れますと。で、ちょっとつけてまた塗ると。これ気をつけないとね、こうやってどんどん綿棒の、ね、毛が取れちゃうので。そうですね、これもうちょっといい方法があればねと思うんですけど、はい、塗りました。これね、これ掛け合わせなきゃいけない。これ形がね、おかしいでしょ、見えてないかね、これなんか変な凸凹がついてるでしょ。この凸凹と、このね、スプーンのこの欠けてる部分、内側のね、これをね、合わせます。うん、こんな感じでね、ちょうど入るようになってるから。で、これも上から塗ると。まあね、これ結構ね、今までやってきたけど、まあこの方法が一番じゃないかなって思います。余分なグリスも塗らずね、結局後で押さえちゃうんで。で、次ね、最後のカーボンワッシャーで塗ると。うん、まあちょっとぐらい多めに塗る分にはいいかなと思います。ちょっとぐらいはね、ちょっとぐらいで、上に行くほど、なんていうのかな、水が入りやすい場所になるので、まあね、ここから入りやすい場所になるのであれですけど、それがどうなのかっていう話で、最後の雑菌かザガネか置きます。でもこの状態でも完成なんですよね。この部分はね、あとは、最初のバネ、よいしょ、このね、このバネ細いね、ほんと、これを入れたら完成です。で、これ溝があるので分かりづらいよね、これ。溝がね、ちょっと見えるかな、ここの部分、
これね、こう金色と黒のちょうどこの間のところに、今ちょっとマイナス入ってるんだけど、ここね、ここに入れるだけで、入れ方はまああれなんだけど、お好きなように入るところに、そう、まず かけてる部分を最初に入れて、こっち側ね、であとはこう手前に押しながらしたら勝手に入っちゃうからって。で、あとはですね、あのこの4箇所がちゃんとこの溝に入ってるかどうか、うん、入ってたらいきなりポーンと抜け出たりするからね、うん、ちょっとこれ回してみて、あ、回してもうあれですよね、うん、これ軽く回るようなら大体もうきれいに入ってます。で、これで完成ですよね。簡単、ね、簡単でしょ。時間ちょっとね、動画だから若干説明しながらで時間長いんですけど、だから例えばね、このグリスをじゃあこっちのね、台湾のこっちに変えたいって言っても、あのまあ10分15分あれば終わるんで、そう難しくはない。はい、そしてですね、リールに刺して、でこの時にまっすぐ揃ってないですよね。雑巾っていうかあれが揃ってない。中の形わかるかな、ね、ほら形揃ってないでしょ。ちょっとね、中間のは斜めの方があるでしょ。これを揃えるためにはこう入れますよね。でこれ軽く回しながらこう下に、落としていく感じ。あ、入った、びっくりした。そうそう、こうやって揃えますから。で、あら、これそう、ジージーになれば確実にも下まで入ってますからね、これ、こう、あの、このテクニック場合は。で、あと1回抜いても、まあ、あの雑巾がね、見えるのが2枚、これも揃ってるんで、そのままもう、大体入ります。で、まずやることが、こうやって、くるくるやって、なじませる。もうどっち回しでもいいんで。これで、あの、中に塗ってるね、グリスがなじみます。で、あとは、キャップでいいのかな。キャップをキュッキュッキュッと、ちょっとね、だんだん圧をかけながらより馴染ませると、ちょっとずつ締めてってね。おお、いいね、滑りがいいね、やっぱ、はい、結構固めまでこうやって締めたらまあいいかなと思います。まあ、あとはだいたいちょうどいいぐらいの硬さにして、まあ、自分でまたこうやって緩めて、なじませて、何回かなじませますけどね。足りないなと思ったらさっきのね、またちょっと塗ってみようかなとか、もうそんな難しい作業じゃないですよね。このいっぱい部品があるわけでも、ただあの雑巾とあのカーボンワッシャーのこの積み重ねの表裏を間違えないようにっていうぐらいですかね。あんまりやっぱ汚れてなくてもね、変えるとやっぱこの滑り出しが良くなった ね。うん、こんな感じで、はい、こんな感じでね、完成となります。で今回はね、ドラグの、メンテナンスでございました。まあこれでね、いざ来た時もこうやってジジジジと、出てくれれば、釣り人の助けになるかなと思います。よかったらね、皆さんもやってみてください。そんなにね、難しいことではないです。さっきみたいな感じでね、やればいいので。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回のね、ドラグのメンテナンスでございます。まあ自分もね、もうほとんどあんまりやらないんですけど、まあ、たまにねやっておいて損はないかなと思います。あのグリスもね、今回シマノの純正グリスを使いました。純正ね、ちなみにね、DG09 のね、説明書はこんな感じになっております。ちょっと油だらけで申し訳ないんですけど、裏の字が透けちゃってるんですけどね、DG09 のね、リールドラグブグリス、要はこれですよね。リールドラグブグリスの、まあ、純正品なんですけど、説明書にはですね、間違いなくレバードラグ、スピニングディスクドラグ、カーボンワッシャーとね、間違いなくこれに対応した、純正グリスとなっております。はい、使用方法ですね、ドラグワッシャー表面にグリスを薄く、塗ってくださいと、いうことでございます。
はい、よかったらね皆さんも買ってみてください。釣り具屋に行って普通に売ってないので注文してくださいね。注文を塗り固いものにすれば大丈夫でございます。では、今度こそお疲れ様でした。ちょっとベトベトなんですけど、いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。